高畑遺産は、日本の映画監督、アニメーション演出家、プロデューサー、翻訳家。畑事務所代表、公益財団法人、徳間記念アニメーション文化財団理事。日本大学芸術学部講師、学習院大学大学院人文科学、研究科主任研究員などを歴任、私受報賞受賞。1959年に、東映動画に入社。太陽の王子。 ホルスの大冒険で長編を初めて演出した後、1971年から A プロダクションに移る。以後、アルプスの少女、ハイジや、母を訪ねて三千里などのテレビアニメを経て、宮崎駿と共に設立したスタジオジブリで監督作を手掛けた。アニメーション研究家からは、類型化されないキャラクターの演技や感情表現を持ち込んだこと、な日常描写で、 生活感を与えたことや背景とキャラクターの一体化といった革新的な表現に挑み続けた点をアニメーションに対する功績として評価される。1935年、三重県宇治山田市で高畑浅次郎の子として生まれる。1943年に浅次郎が岡山市中校長となり、岡山市へ転居した。9歳の時に岡山市で空襲にあった。これが、 高畑の人生における一番強烈な体験だった。高畑はすぐ上の姉と共に家族とはぐれ、火の雨と猛火の中を逃げ惑い、川のほとりで明け方に冷たい黒い雨に打たれていた。上京した大学生時代に、フランスの詩人、脚本家であるジャック・プレベールの作品と出会い、影響を受け後に、彼の名刺集、パホールの日本初勘訳という仕事を行う。また、 フランスの長編アニメーション映画で、プレベールが脚本を執筆した、王と鳥の字幕翻訳も手掛けた。紅の豚の劇場用パンフレットでは、らん坊の実る頃の役詞を載せている。東京大学文学部仏文化卒業。長編漫画映画、ヤブニラミのー君に感銘を受けて、アニメーション映画を作ることを決意。大学卒業後に、東映動画に入社。 東映動画による演出女子公募の第一期生で同期に池田博士がいる。万博王子の大蛇退治で演出女子になり、テレビアニメ、狼少年剣で演出デビュー。その仕事ぶりを認められ、大塚康夫の推薦により、長編漫画映画、太陽の王子、ホルスの大冒険の演出に抜擢される。この作品は後に高い評価を得た。しかし、 予算やスケジュールの大幅な超過から投じたかばをはじめとするメインスタッフはその責任を負う形で他と対遇に差をつけられ、工業面でもターゲットと宣伝の不一致から不審だった。ホルスの制作遅延や組合活動によって、高畑は投影動画で長編劇場作品の演出ややりたい企画のテレビアニメを任される可能性はほぼないと考えていた。 そんな折に、a プロダクションに移っていた、久す大吉郎と、大塚安夫から、長靴下のピッピのアニメ化のために遺跡を勧誘される。大塚が手掛けていた、ムーミンにテレビアニメの可能性を感じていた高畑は、東映動画のテレビアニメにはないチーフディレクターによって、作品全般を統括できる点にも、魅力を感じて、誘いに応じるも、宮崎駿、小田部陽一の二人が不可欠と、 両者に遺跡を説得した。高畑は将来のある二人を巻き添えにすることに悩んだが、宮崎はすぐに決断し、小田部は悩んだものの妻の奥山玲子が残ることで、周囲から容認された。ピッピでは原作者との交渉に向かう藤岡豊に同行する形で、宮崎がスウェーデンにロケ班に赴き、その経験を生かして大量のイメージボードを描く一方、 高畑は覚書きや自己ン手を作って作品の方向性を固めようとしたが原作者の許可が下りず企画は頓挫した遺跡の理由が消失した高畑らは A プロダクションの様々なテレビアニメの企画や制作への参加を余儀なくされ高畑は東映動画の仲間に申し訳ないという思いを抱いたというルパン三世後半パートの演出を宮崎と共に 担当したのも、そうした状況で受けた仕事の一つだった。後のルパンシリーズの原型を作り上げたとされるが、高畑自身は、それなりに面白くできた話もありますけど、正直なところ投げ出すしかなくて、責任を取りたくない回もありますと述べている。1972年に、映画、パンダコパンダ、翌1973年に、パンダコパンダ、アメフリサーカスの牧の演出を務める。 この映画の制作に際しては、ピッピで作りかけた世界観や設定が活用された。脚本の宮崎駿のアイデアが存分に盛り込まれ、隣のトトロのルーツとされる。水曜映像に移籍し、アルプスの少女、ハイジ、母を訪ねて三千里、赤毛のンの演出を担当、海外ロケ班や徹底的に調べ上げた資料をもとに、生活芝居を中心とした。 リアリズムあふれるアニメを構築した。場面設計だった宮崎駿を絵コンテを担当していた富野義行に与えた影響は大きい。未来少年コナンでは数話のコンテ演出を担当し初監督で苦しむ宮崎駿をアシストした。1977年 A プロダクション時代に面識のあった楠すべ吉郎が 新映動画でのドラえもんのサイアニメ化を原作者の藤本博史に持ち込み、藤本からどうやってドラえもんを見せるのか教えてもらえませんかと問われた際に、楠すは高畑の自宅を訪れ、ドラえもんの単行本を読ませた上で企画書の執筆を依頼した。高畑は目にしたドラえもんを子供の心をグイッと捕まえる力があると絶賛した上で企画書を書き、 数日後にクスベと二人で藤本を訪れると企画書を読んだ藤本はアニメ化を承諾したという。クスベは高畑をドラえもんの恩人の一人と記している。1980年赤毛の案が終わりのんびりしていた高畑のもとに漫画ジャリンコジェの映画化の企画が持ち込まれた。高畑は原作を熟読した上でやってみたいと返事し、その後、 大阪の下町へのロケ班も観光した。1981年に公開された映画は、非常に制約の多い中で制作されたにもかかわらず、工業的にも成功した。その後、TV 版が制作されることになり、再び、高畑の元へと依頼が来る。この時、高畑は引き受ける条件として、映画版で主役、竹本知恵を務めた中山地夏、純主役。 竹本哲を務めた西川則夫を起用すること、それ以外の声優に関しても、ナチュラルな大阪弁が話せる声優を起用すること、という条件を出したが、制作側がその条件をのみ、チーフディレクターを務めることとなった。高畑自身、この作品を非常に気に入っており、別名を使ってコンテを切ったり演出をしている。その時に使っていた別名は、 本作で西川則雄が演じた竹本哲をもじった竹本明である。知恵が公開された1981年にテレコムアニメーションフィルムへ移籍した。同じ時期に大プロダクションが自主制作で手掛けたセロ引きの合手の監督も担当し、5年を費やして1981年に完成した作品は毎日映画コンクールの大藤信夫賞を受賞した。 ジャリンコチェに前後して、当時テレコムアニメーションフィルムが社運をかけて取り組んでいた日米合作の劇場大作、ネモ、ニモに参加する。一旦は日本側の監督にノミネートされたが、制作体制の問題から1983年に降板し、テレコムアニメーションフィルムを退社する。ネモ、ニモ制作のためのトベージにフレデリック・バックの作品、クラック。 に出会いい感銘を受けているその後、宮崎が監督する、風の谷のナウシカに参加し、プロデューサーを務める。この、風の谷のナウシカが成功を収めたことから、宮崎はこの映画で得た資金を有意義に使いたいと考え、今度は高畑が監督する映画を制作しようと提案した。その結果、水のと福岡県柳川市の風情を捉えた映画、 柳川放り割物語を撮影することになり、高畑が脚本、監督を務め、宮崎の個人事務所、二馬力が制作を担当した。しかし、高畑があまりにも巨額な制作費を費やしたため、宮崎が用意した資金をすべて使い果たした挙句、宮崎の自宅を抵当に入れざるを得ない事態となった。困惑した宮崎は、徳間書店の鈴木敏夫に相談し、 柳川掘り割物語の制作費を回収するには、新作アニメーション映画を制作しその収入で、賄うしかないとの結論に至る。その後、宮崎と鈴木は、新作映画、天空の白ラピタの制作を目指し奔走することになる。風の谷のナウシカを制作した、トップクラフトはすでに解散していたため、宮崎駿と鈴木敏夫は、天空の白ラピタを制作してくれる。 アニメーションスタジオを探していた。その時、高畑が、なら、いっそのこと、スタジオを作ってしまいませんか、と宮崎、鈴木等に提案した。これを受け、1985年、徳間書店が、宮崎等の映画制作のため、スタジオジブリを設立した。高畑も宮崎に壊れて、スタジオジブリに参加したが、高畑は、作り手は経営の責任を背負うべきではないと主張し、 役員への就任を辞退した。亡くなるまでスタジオジブリに所属していたものの経営に関わる役職にはつかなかった。また、ジブリとは別に高畑個人の様々な窓口的事務を行う畑事務所を持っていた。1988年ホタルの墓の監督を務める。公開時点で生太が野菜泥棒をして捕まる場面と未完成のシーンが残ったままとなり、 わずかながらも未完成のままでの劇場公開という不祥事に一旦アニメ演出家廃業を決意したが後に宮崎駿の後押しを受けて1991年に思い出ポロポロで監督に復帰している思い出ポロポロを作る前に仕方新原作の国境をもとに満州国と朝鮮半島における人々の日常生活を 淡々と描く中で日本人の現地人差別の実態をつまびらかにする企画を進めていたが1989年に起きた天安門事件の影響で企画が流れた1994年には自ら原作を手掛けた平成たぬき合戦ポンポコを公開配給収入で26億円を得て邦画ではトップとなるこれは高畑の監督作品でも 最高の成績となった。また、スタジオジブリ時代の監督作では、唯一のオリジナル作品である。1999年に、方法家居隣の山田くんを公開した後は、公開作品が10年以上途切れた。2000年代初頭、高畑の次回作と目されたのは、平家物語のアニメ化であったが、メインアニメーターが同意しなかったことなどにより断念。鈴木敏夫の発案により、 日本の古典、竹取物語を原作としたアニメ映画が次の企画となるも、進捗の不調から山本修五郎の柳橋物語や赤坂のりおの小森歌の誕生を原作やベースとした企画に変更される曲折を経る。鈴木敏夫は2007年6月の TB 番組において、なるべく早く高畑勲に映画を撮らせたいと語った。ただ、高畑の場合、 自分で絵を描くことができないので、彼のイメージを具現化できるアニメーターが必要になるので、その点が難しいが何とかすると述べた。鈴木は実際に脚本段階まで進んでいる企画が複数あると明かした。2008年に高畑が新作長編を制作していることがアナウンスされた。この年に企画が最終的に 竹取物語に戻ったことが後に明らかになっている。2009年10月、高畑の新作が竹取物語を原作に超重ギガのようなタッチで描いた作品であることが報じられた。2010年1月には高畑のコメントも含んだ形で週刊、文春で紹介される。この中で高畑はストーリーは変えずに印象が全く違う作品にしたいと思っています。 なかなか進まなくて、大い多席になっちゃうかもしれませんがと語った。高畑が述べたように制作には、時間を要し、約3年が経過した2012年12月になって、スタジオジブリは、かぐや姫の物語のタイトルで2013年夏に、公開予定であることを正式に発表した。しかし2013年2月になり、制作の遅れから、 公開予定が2013年秋に延期されることが発表され、同年11月23日に公開された。アニメーション以外にも人形劇の演出も行っていた。晩年には、フランスのミッシェル・オスロ監督の長編アニメーション映画、キリクと魔女等の一連の作品の日本語版の字幕翻訳、演出や原作本の翻訳も手掛けた。2015年6月、 アメリカの映画芸術科学アカデミー会員候補に選ばれた。最晩年に西村義明と共に年来の夢であった平家物語の短編映画の制作に取り掛かったが、病状悪化のため死の3ヶ月前に断念した。2018年4月5日1時19分、肺がんのため入院先である帝京大学医学部附属病院で死去した。満82歳没。 監督としては2013年公開のかぐや姫の物語が遺作となった。高畑の死去は海外メディアでも報道された。死去から1ヶ月余りが過ぎた5月15日に三鷹の森ジブリ美術館でお別れの会と名まれ、宮崎駿大塚康夫、小田部陽一、久石城がコメントを読み上げた。大塚は太陽の王子。 ホルスの大冒険でのエピソード等を語り、死去を悔しくて悔しくて、しようがないよと述べ、おたべは2017年の闘病中に、高畑から大丈夫、治るからと励ましを受けたことを踏まえて、納得できません。これはあべこべですと悲しみをとろした。被災士は、風の谷のナウシカで起用してくれたことへの感謝と、君を乗せての制作に、高畑が関わったことを紹介し、 お別れは言いません。心からご冥福をお祈りしますが、またいつかどこかでお会いしましょうと結んだ。また、ひそが最晩年の高畑についてコメントし、2017年4月に手術を受けてからは体調不良に苦しめられながらも2018年2月までは公園等もこなしていたこと、3月10日には共に公演を散歩したが、月末に入院した時には、 呼吸困難から会話もできなくなっていたことなどを紹介するとともに純粋な好奇心と日頃の勉強から得た発見や着想を実験的なやり方を交えて各分野の才能豊かな仲間たちと表現し続けることができた。父は本当に幸せな人間だったと思いますと述べた。2019年に開催された第91回アカデミー賞において制御した映画人を悼む。 インメモリアムのコーナーで追悼された。2019年7月2日より10月6日まで、東京国立近代美術館において、2020年8月1日から9月27日まで、岡山県立美術館にて、2021年4月29日から7月18日まで、福岡市美術館にて、また、2021年9月18日から11月14日まで、 新潟県立近代美術館にて遺品の資料展示を含む高畑訓展が開催される。展覧会自体は高畑の生前から企画されており、当初の企画では高畑の好む作品と高畑の作品を並べて展示する趣向であったが高畑が没したことで開古展になったと説明されている。アニメーション作家、映画監督の宮崎駿は東映動画時代の後輩である。 また、太陽の王子、ホルスの大冒険から、思い出ポロポロに至るまで、長年にわたって、共に作品を作ってきた名優でもある。東映動画時代、組合活動を通じて、宮崎に与えた思想的影響は、少なくない。東映動画を離れて、以降も共に作品を作り続け、演出面でも宮崎に影響を与えた。ただし、晩年は二人三脚で作品を作ることは、 亡くなっていた。高畑は、宮崎のことを、彼自身の猛烈な労働と惜しみない才能の提供、と、恐るべき、緊張感と迫力によって、私の怠け心を知ったし、後ろめたさをかき立て、仕事に追い込み、乏しい能力以上の何かを絞り出させたのは、宮崎春という存在だった。特に若い頃の彼の献身的で無視の仕事ぶりに日々、 接することがなかったならば、私はもっと中途半端で妥協的な仕事しかしなかったに違いない。と述べている。高畑は、隣のトトロについて、子供たちは森にトトロがいる可能性を感じられるようになったと評価している。また、宮崎が基本設計した三鷹の森ジブリ美術館を激称し、その建築的意義を称えている。また、宮崎は、その 三鷹の森ジブリ美術館で開催されたアルプスの少女配置展典で高畑の演出を評価しながら詳細な解説を行ったり、千と千尋の神隠しの制作の際には視点がずっと千尋を追うことに対しパックさんに怒られるなとぼやいていたという。これは演出に際しそういうことだけは絶対にやるなと高畑に教わったためである。鈴木敏夫によると 宮崎が一番自分の作品を見せたい相手は、高畑で、宮崎が見る夢には、いつも、高畑しか出てこないと話したことがあるという。宮崎、高畑の両名と仕事をしたことのある、富野義幸は、世状的には、ラピュタ以後の二人が他元を分かったという声も聞きますが、全くそんなことはありませんと述べ、高畑の方法論と対峙した結果として、宮崎の作品が生み出されたとして、 高畑さんがいなければ、宮崎さんはアカデミー賞を取れなかったと断言できますと指摘している。宮崎駿の映画は、被災史上が風の谷の名をしか以来、音楽を担当しているが、高畑がまだ新進気鋭の作曲家に過ぎなかった被災史をこの時抜擢したのが最初の出会いとなった。この起用に関して、当時無名同然の被災史を起用することに、 レコード会社と制作会社が難色を示し、公開前年の夏から年末にかけて難航する事態となったが、高畑が防波堤となり、反対意見を退りけたという。同じスタジオジブリで映画を制作していた関係だが、工業成績では高畑は、宮崎の監督作品に遠く及ばない。ジブリでの監督作品では最も高いのが、平成狸合戦ポンポコが、 配給収入26.5億円であり、宮崎の千と千広の神隠しの工業収入308億円とは、桁違いの差をつけられている。方補家鏡隣の山田君は、当時、ジブリの親会社だった、徳間書店社長の徳間康義が東宝と喧嘩してしまったため、東宝よりも配給力で劣っていた小畜で、配給せざるを得なくなった。 これが原因となって製作費に20億円以上、かけながら、工業収入16億円弱、配給収入8億円弱という失敗に終わり、沿って赤字が膨らむことになった。以後、高畑は次の新作まで14年を要することとなった。2018年5月15日の高畑のお別れの会で、宮崎は、東映動画時代を出会いから振り返り、教養は、 圧倒的だった。僕は得難い人に出会えたのだと嬉しかったと述べ、自身も参加した、ホルスで、納期や予算を超過する、苦闘の末に出来上がった、初号詩者で見たヒロインヒルダが、迷いの森をさまようシーンの表現に驚愕した体験から、僕等は、精一杯、あの時を生きたんだ。膝を折らなかった、パクさんの姿勢は、僕等のものだったんだ。と、王子を偲んだ。 緻密な構成力を有し、アニメーションでありながら、リアルで自然な説得力のある世界観を追求している。高畑作品の絵コンテは、自身がまず、ラフコンテを描き起こし、それをもとに、優秀なアニメーターが聖書するという共同作業で完成される。各場面のキャラクターの演技をどうするか、その心理を深く考え抜き、アニメーターにも深く考えることを求めた。 自分の考えを押し付けはせず民主的にアイデアを募り有機的にまとめておりその中で頭角を表したのが宮崎だった宮崎と組んだ時にはどんな物語にするかプロット一つ一つの情景を綿密に打ち合わせて共通のイメージが出来上がった時点で絵にしていくということを繰り返した物語を作る際に宮崎は膨大な量のイメージボードを描いている 高畑は自分で絵を描かないことで自分で描く狭さから脱出でき絵描きではないにしても絵への感覚を研ぎ澄ませて絵がわかるという状態を持っていれば様々な才能と組むことができると述べているアニメは誇張や省略の手法を用いて描くことが主流だった中で徹底した生活描写や舞台設定を行い作品にリアリズムを持ち込んだアルプスの少女 ハイジでは当時のアニメ界では珍しい海外へのロケーションハンティングを行った。アニメーションの本流への復帰を目指し、現実の日常生活の自然主義的な描写に止まっていてはアニメーションではないと考え、子供たちの想像力を膨らませ、遊びの開放感と発見の喜びを味わわせる方向へと表現を高めることを要求した。表現が 記号やパターンでしか表現されないのでは、実在感を感じることができないと考え、生き生きとしたキャラクターは生き生きと、美しいものは観客にとっても美しく、楽しいことは楽しそうに、美味しそうなものは美味しそうに実質として表現した。演出の特色は原作を深く読み込み、ドラマとキャラクターに距離を置いて、客観的に描ききるところにある。 人物に対しては過度な理想を抱かず、ペシミズムに陥るわけでもなく、リアリズムを基調にしている。シビアな題材を扱った場合には冷徹ですらあり、コメディタッチの題材であっても、気まじめな視点で物語る。高畑は原作への態度について、原作が面白いと思ったら、その面白さをどう生かすか、どう発展させるかということに集中します。原作に感心するから作るのであって、 そうじゃなければ断りますよ。原作には関心しないけど、間骨だったりしてこう作れば面白くなるというのは原作者に対して失礼だと思うから。と述べており、かぐや姫の物語だけがその例外だったとしている。母を訪ねて3000里の次に、ペリーヌ物語の監督が予定されていたが、原作の内容に否定的な立場を表明して拒否したという、 ペリーヌ物語スタッフによる証言がある。キャラクターには平凡な印象ではなく靴を脱いだり履いたりといった日常の極めて些細な動作、立ち振る舞い家事等の表現を重視した。行動の過程をしっかり書くことで行動自体が楽しさや面白さが呼び起こすようにし、またアニメーションの世界を現実のものとして感じるようになる演出とショットの構成を求めた。 ハイジは、スポコンモノ、ロボット系、魔法少女が人気だった。当時のアニメ界で、地味な生活や質素ない食獣を丁寧に描いて、行こうと作られ、平均視聴率20%超えの大成功を収めた。隣の山田くん、かぐや姫の物語では、日本の絵画の描線で、スケッチ風の単純の画面でやりたいという意志があった。アニメーターが描いたラフな線が持つ、 生命力をそのまま画面に出すことを可能にした。音楽に対しても非常にこだわりを持っていた。主題歌や挿入歌の作詞や訳詞も行っている。母を訪ねて三千里でエンディングテーマ、母さんおはようの作詞、思い出、ポロポロでは、ベッドミドラーのザローズを翻訳し、愛は花、君はその趣旨とタイトルをつけて、宮古春美に歌わせた。 宮崎駿監督作、紅れないの豚では、シャンソンの名曲、サクラんぼの実る頃の役しも手掛け、こちらは加藤時子が歌って話題になった。そして、方補欠鏡隣の山田くんでは、ドリスデーがヒッチコック映画で歌った、ケセラセラの役しも行った。宮崎の監督作、魔女の宅急便では高畑は、音楽演出の担当者としてクレジットされている。また、 作曲も手掛けており、ジャリンコジェの挿入歌である、バケツのお悲惨捕まえたを、総領安則と共作。かぐや姫の物語では、劇中歌のわらべ歌と天女の歌を高畑が作詞作曲を手掛けた。この際、ボーカロイドの初音ミクに歌わせてデモ作りを行い、被災史上に曲のイメージを伝えた。被災史上や矢野明子、上場台風と、 多数のミュージシャンを指名式をした。晩年に坂本隆一も依頼を受けていたことを明かしている。坂本によると音楽が知りやすすぎて、器用は見合わせになったという。制作のスピードに関しては、宮崎が、パクさんは怠け者の子孫ですと例えるほどスローである。太陽の王子、ホルスの大冒険では、制作の遅れの責任を取って、 プロデューサーが何度も交代するほどであった。鈴木敏夫は高畑没後のインタビューで高畑が公開日に間に合わせて映画を作ったことがついに一度もなかったと述べている。ホタルの墓では一部カットの再色が間に合わず未完成版を公開した。思い出ポロポロの時には遅延が 明らかになって、宮崎がメインスタッフに今までのやり方を全部変えてくれと説明した後も、高畑は今まで通りでいいと主なアニメーターに話したが、彼らはそれに恐怖感を抱いて作業を早めたため、何とか間に合ったという。平成狸合戦ポンポコでは、鈴木はあらかじめ遅延を見越し、高畑には3月公開と伝えた上で、本来の公開予定である7月に間に合わせる。 計略を仕掛けたものの、それでも間に合わなくなりそうになったため、10分削ることを約1ヶ月、高畑と交渉して間に合わせた。方補結局となりの山田くんでは、制作は順調に遅れていますという移植の予告編が作られた。かぐや姫の物語が、一旦、風立ちぬと同日公開とされたのは、制作作業の遅れに豪を煮やしたプロデューサーの西村、吉明が、 鈴木敏夫と相談の末、高畑を奮起させて、進捗を回復させるために打った大博打だったという。予算管理については甘いと指摘されている。特に、柳川法理割物語を監督した際には、高畑が巨額の制作費を注ぎ込んだため、宮崎駿が調達した資金だけでは足りず、結果的に宮崎が自宅を抵当に入れざるを得なく、なるという騒動が起きている。 この柳川掘割物語騒動について鈴木敏夫は高畑さんはプロデューサーとしては予算管理ができても自分が監督となると際限なくお金を使ってしまうと指摘している。また制作費50億円という日本映画としては破格の予算を注ぎ込んだかぐや姫の物語の完成報告会見では自らお金も時間もたくさんかけてやっと完成した。 お金のことは考えずに作っちゃうのですが、できてしまうと、あとはどう回収するか。問題はそればかりと述べた。かぐや姫の物語にこれだけの制作費を投入できたのは、高畑の監督作品、とりわけ、ほう家け隣の山田くんを気に入った、日本テレビ会長の氏家誠一郎が、高畑さんの新作を見たい。大きな赤字を生んでも構わない。金はすべて俺が出す。 俺の死に土産だという意向で制作を要請し、藤家の成長後も、そのパトロンとしての意思が尊重されたことが、要因であると、鈴木敏夫は述べている。血液型大型。宮崎駿やプロデューサーの鈴木敏夫、古参アニメーターなどから、パクさんと呼ばれていた。東映動画時代に、高畑がよく遅刻して、朝食として、菓子パンをパクパク食べていたことが由来で、 同期の池田博士は自分がこのあだ名をつけたと記している。高畑志子のインタビューで鈴木敏夫は高畑についていい作品を作ることが全てであって、その他のことには全く配慮しない人、よく言えば作品史上主義。でも、そのことによってあまりにも多くの人を壊してきたことも事実ですと述べた。鈴木は近藤義文が生前に、 高畑さんは僕のことを殺そうとしたと打ち明けたことや、スタッフへの怒り方について、その人を鍛えるため、仕事への姿勢を変えるために言うんじゃない。逃げ道も作らないし、後で救いの手を出すこともしないことを明かし、高畑がスタッフに対して感謝を示さなかったことを一緒に作品を作っているのだから、監督として感謝するのはおかしいという考え方なんです。 論理的なのかもしれないけれど、人間的な感情に欠ける、破綻した考え方ですよね、と評した。ホタルの墓の制作に携わった、新潮社の新田明が、松本清張や柴田連三郎、安倍工房、いろんな作家と付き合ってきたけど、あんな人はいなかった。高畑さんと比べたら、みんなまともに見えると、人物評を語ったことも紹介している。趣味は、音楽鑑賞と勉強。 音楽に関しては特に造形が深く、ピアノも弾け、譜面も読め、ベートーベンのスケルツを集めた CD の企画、選曲も手掛けている。文学にも関心が強く、気になったフランス語の文芸評論を個人的に、略出し、パソコンで管理する一面もあったが、大塚安夫によると周囲に対してそうした教養をあまり表に出さなかったという。かぐや姫の物語では挿入歌である。 わらべ歌天女の歌を作曲している。かつては、宮崎駿や鈴木敏夫としと、同じく愛演家だったが、その宮崎と鈴木からの指示により2009年11月より、禁煙に踏み切る。高畑は、東大の先輩で良き理解者だった2011年の、宇治え誠一郎への追悼文の中で、宮崎と鈴木がその後もタバコをやめないことも踏まえ、二人の禁煙の指示は、 宇治家の強い意向を受けてのものであったと記している。組合活動以来の縁で選挙では一貫して日本共産党を支持している。高畑はフレデリック・バックのクラックを見て衝撃を受ける。その後も交流や日本での紹介を行い尊敬を持って接し続けた。2011年にスタジオジブリの企画によりバックの展覧会を日本で開催した際には 高畑は来日したバックとテープカットも行っている。高畑はバックの作風を参考にして、ほう結け隣の山田くん、かぐや姫の物語を制作した。スタジオジブリでは2011年にフレデリックバック展を開催した。バックが亡くなる直前に高畑が自宅を訪れ、高畑の持参したかぐや姫の物語を鑑賞してもらっている。高畑は、 宮沢賢治の作品を8歳か9歳の時に初めて読んだ。今と違い、児童書などない頃で夢中になって読み、たちまち賢治の魅力に捉えられた。豊かな音の表現、登場人物をひっくるめて、信頼万象が世紀をみなぎらせて息づき、美しさと恐ろしさ、澄んだ明るさと暗い混沌、無心と悪意の交錯する、これらの作品は、 まるで究極のアニメーション映画、決して映像化することのできない、心の中にしか映し出せないアニメーション映画のように迫ってきた。何もかもが動きと光と色彩と音を伴って、実にありありと子供の高畑には見えた。オノマトペと、ケンジ独特の不思議な言い回しは、口に出して見ないではいられないほど魅力的で、兄弟で呪文のように唱え合って楽しんだ。また、 前週に収録された楽譜付きの楽曲にも親しんだ。その後、高畑は、セロ引きの講師を監督として、アニメーション化する。他にも、会の日、水仙月の4日、鹿踊りの始まり、行き渡り、ドングリと山猫、税務所長の冒険等を、アニメーション化したかったという。高畑は、ジャック・プレベールの作品には、大学在学中に出会った。晴れはや、 バルバラ、美しい星へといったシャンソンの曲群に多大な影響を受けた。後に、プレベールの詩を訳した書籍も出版した。高畑は、長女が幼稚園から持ち帰った雑誌に載っていた、岩崎千尋の作品である、子供の世界の雨の日のお留守番を見て驚いた。そうして、表紙のデザインの美しさ、女の子の不安な気持ちを捉え、 心理的なものをこれほど深く表現し得た絵本はこれまでなかったと述べている。高畑がホタルの墓をアニメーション映画化する際に制作スタッフに岩崎の絵本戦火の中の子供たちを読ませた。この本を読むことで高畑自身が空襲にあった経験がまざまざと蘇った。戦争を経験してない制作スタッフたちに当時についての想像力を高めさせるのに とても役に立った。高畑は岩崎の作品は一瞬の愛らしさではなく子供がしっかりと内面を持って懸命に生きている自立した存在であることを私たちに気づかせ見事に子供の尊厳を捉えた稽古な画家であると考えている。近藤義文はホタルの墓思いでポロポロに置いてかれ抜きではこの良作はありえなかった。赤毛のンなどで日常生活の キャラクターアニメーションを志して、近藤はとても良い仕事をした。ホタルの墓において、近藤に課せられた目標は、日本人をちゃんと描こうということだった。こうあってほしいという理想主義的なキャラクターでもなければ、漫画的様式的なキャラクターでもない、紛れもない、日本人がこうあった、という現実的なキャラクターでなおかつ、日本人の尊厳を保ちながら、 ユーモアを交えて捉えることはできないかということを目指した。近藤は自分の作ったキャラクターならば斜め青向きの顔などどんな難しいアングルでも感じよく描くことができた。井岡正宏はアルプスの少女、ハイジ、赤毛の案で美術監督を務めた。赤毛の案では色数が多いのに濁らず渋いのに空気は澄んで他の美術の人に比べて タッチは荒く筆跡も残し、明暗を同色で描かず色彩で描き自然の現実感を失わないまま装飾的に描いた。彼の描いた美術ボードは一枚一枚が絵画となっており、見飽きなかった。ホルスでは、朝夕のリアリズムを基調とした現実感のある場面を描いた。小田部洋一は、高畑の初期作品から長年ともに仕事をした同志である。ハイジ。 母を訪ねて三千里などではキャラクターデザインを務めた。小田部のキャラクターはごく簡潔でありながら人間的な温かみと柔軟性を持ち地を通わせることができた。東映動画を退社する際も共に退社している。小田部が時代交渉を担当した夏空では若き演出家酒場和久について東大卒の経歴や長編映画、 神を掴んだ少年クリフ担当した経緯について、高畑をマージュさせている。平成狸合戦ポンポコは、小賀和夫に美術をやってもらうことを前提に設計した。小賀の絵は見る者に、自然の実感を喚起する力を持ち映画美術としての、機能的側面を忘れさせることができた。自然に対する愛情と適応力、観察眼そしてセンスの良さを持ち合わせた。 桃瀬義行とは1983年に、風の谷のナウシカの原画を依頼するために、阿佐ヶ谷駅前の喫茶店で初めて会った。ホタルの墓では、絵コンテ作画と場面設定、レイアウトを受け持ってもらった。桃瀬の絵コンテは緻密かつ的確で、それを拡大コピーすればそのままレイアウトの基礎になった。しかも絵に、温かみがあった。 桃瀬はうまいだけでなく人柄も反映した、どこか丸みのある穏やかな絵柄も、人々が普通に見ている感覚にできるだけ近い画角の撮り方も、高畑の目指す日常的な画面作りにぴったりだった。ホタルの破壊後の高畑作品すべてに、桃瀬は参加している。山本二十三は、ジャリンコジへの美術を行った。原作漫画の絵柄の良さを活かしたレイアウトをした。 山本のレイアウトの美術はしばしばリアルな、リアルを超え、第二の、リアルを画面に作り出した。宇治え誠一郎は、高畑の実質的なパトロンとして、高畑を支えた。かぐや姫の物語が、宇治えの強い希望で作られた。宇治えは、かぐや姫の進展を心待ちにし、脚本準備校、絵コンテにも目を通していた。宮崎俊については、 宮崎俊との関係の不死を参照。機動戦士、ガンダム、伝説巨神イデオンなどを監督した富野義行は高畑が監督を務めた世界名作劇場でアルプスの少女ハイジ全52話中18本、母を訪ねて三千里全52話中22本、赤毛のアン全50話中5本の絵コンテを担当。高畑が監督をした世界名作劇場シリーズにおいて、 最も多くの絵コンテをこなした。トミノは対象への理解が正確でなければならないということを追求してきた監督が高畑勲ですと述べている。子供はわかれば見ると子供の理解力をなめてはいけないということを教えられ、何人かが焚き火しながら話しているだけのワンカットに1分以上も費やす場面を作った際も1分耐えられるセリフやストーリーが作れるのか、それが アニメの勝負だと教えられた。街の風景、街灯がそこに立っている意味、つまりは物事の形が持っている意味は何となくではありません。それを意識する、考えるということを高畑さんに教えられました。何よりガンダム以降、僕は作品作りにおいてはっきりとそういう気をつけ方をするようになったんです。これは高畑さんの影響だと認めざるを得ません。 SF もの、巨大ロボットものをやっている目線だけでは、アニメにおいて文化論を意識するところまでは、絶対にいけなかったと述べている。片淵主事家は、セロ引きの講師で、高畑監督と出会い、その後、リートルにも出、演出助手を務めた。基準はすごく高いところにあり、大変厳しい方だったという高畑監督について、戦後、商業的にアニメーションを大きく広げていこう。 という状況の中で、高畑監督はもっと普遍的なテーマを持ったアニメーションができるのではと探っていましたと回想この世界の片隅にを監督した時に道しるべとなったのがホタルの墓だった高畑さんの子供時代の体験が反映されている。戦争を経験していない我々がどうすればホタルの墓に追いつけるのかと必死になりました。冒頭の空襲の状況。 その場に立つと空襲がどう見えるのかものすごくきちんと描かれている。戦争を経験した高畑監督自身の経験からなのだと思いますと言及。高畑さんはこの世界の片隅にを繰り返し見てくださったようでエールを送りますとの言葉をいただいたのが何より嬉しかったと語る。片淵は高畑を子供だけでなく大人も楽しむようになった今日の日本アニメーションの 流星を築いた一番のキーパーソン、センスで作るのではなく、作品の中にセオリーを置いて、人物を描く唯一の人とも言えるという、ありがとうございます。